今回ね、はい、こうして手話に関して勉強してみて思ったのは、うん、地球外の知的生命体がもし言語を話してるとしたらうん、うん、どんな言語かっていうことに関して、うん、めっっちゃ解像度上がたたなーと思いました、ね、大丈夫ですかだいぶでかいテーマに挑戦してますけど、はい、それあれじゃない 大御所 SF 作家が結構後半で挑戦するテーマゃないアーサーシークラークとか挑戦するやつじゃないんですかはいはいはい。その、水野さん結構いけるんですか僕ももうだいぶ今手がかりが見えてきたかなという感じはあります。あの、手話の勉強によって。そうですね。あの、盲言です。よかった。危ねえ。SF 作家から怒られるとこでしたね。あの、手話の方からも怒られるかもしれないので、素人の盲言です。あの、改造度がちょっと上がった気がするという感覚ですね。感覚ですね。最大限に誇張していました。 あ,のあれだよ、ね、やっぱラジオパーソナリティのサガでキャッチーなことをなるべく言おうとした結果、はい、そうだったという感じで、ね、そうですねししこれはラジオパーソナリティのサガなので皆さん前回のおさらいでは、はいえー、日本手話には NM 表現というものがあるのよっていう話をしました、うん、ノンマニュアル表現はいどんなような表現でしたっけ 手以外のところを使う表現ですよね目とか口とか、うん、それから肩とか、うん、そういったところを使って手の形主形とは別で意味を足す、うん、みたいな表現のことを NM 表現と言いました、うん、だから手話の人は意外と表情の情報とかをめちゃくちゃ活用しているっていう話そうですね。でそれでいてだからマスクとかつけるとめちゃめちゃ厳しいんですよっていうような話をしていきました。 では次ですね 2>,、はい、2番目のすげえと思った文法辞書が CL 表現ですね、うん、なんか同じようなやつ出てきましたね <laughs> CL 表現はい CL はまあクラッシュファイアの略なんですけど、うん、まあクラッシュファイアが何なのかみたいなことは考えなくて大丈夫です、うん、クラッシュファイアってあれじゃない生成文法の回で出てこなかったっそれはスペシファイア、ね、あれそれスペシファイアかもう何もわからん<れ> <laughs> でもねクラッシュファイアは実はえゆるゲン語学ラジオですでに登場はしています、ねうん、あそうなんだ はい、えっ、ー、とその音声言語でいうえっ、ー、とですねクラッシュファイヤーは類別詞名詞類別詞のものなので典型的には助数詞などですねおおあ助数詞とかってクラッシュファイヤな、ね、ええー、クラッシュファイヤーですねつまりその名詞のカテゴリーを、うん、えーと決めるものただまあ、えー、と手話におけるクラッシュファイヤーっていうのはちょっと違うと何かしらの観点で、うん、まあ同じ仲間に分類したような表現みたいな まず何といかかあまりわらないで例を挙げましょうか、はい、例えばですけど、うん、座布団を表す手話があったとしますでこれに関してその座布団を表しながら、うん、頬を膨らませていけば空気がどれぐらい詰まっていてどれぐらい柔らかいかみたいなことが伝えられて、はい、<laughs> ちょっと待って待って、はい、座布団に空気がどのぐらい入っているかどうかを、うん、ほっぺたの膨らませ方で表現する。はい ほっぺたを座布団にとえてるってることそうですねえー、とだからそういう、えーまあ、類蔵性といいますか<ー><の>類蔵性あし <laughs> らんけど <laughs> だからえー、とね、うん、音声言語で言うはいう、はい、オノマトペに近いと思ってくればいいかもしれないあ<ー>つまり「パンパンの座布団」とか「パンパンの座布団」とかだと「パン、うん、パン」 ンの方がいっぱい空気入ってそう。うん。てかパンパンとスカスカとかの絵とわかりやすい。つまり、オノマトペってちょっとおさらいですけど、音象調整みたいなものを利用した言葉だったの覚えてますかああ、音のイメージ。パンパンってなんか破裂とか、あるいは膨らんでいるみたいな。なんか意味を持ってそうだなっていう気がするから、なんかパンパンって言われると、なんかんとなく膨らんでそうだなって思うじゃないですか。それに似たことを手話でやろうとすると、口を利用する。はあ、面白い。 これ面白いねえ、これめっちゃおもろいでしょめっちゃおもろいそんな工夫するんだっていうあの面白くなってきた今急に面白くなってきた知らんめっちゃ面白いっていうわかったわかったでしょ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 壊れちゃったでしょでしょボットになっちゃったいやでもそうだわこれ日本語のさオノマトペの体系ってそこそこ豊かでしたよねまあ英語はさオノマトペってあんまねえなっていう話ってどこかでしたと思いますけどありましたね日本語って本当にね 豊かですよよねねこのまといいっぱいあるんだパンパン以外にもね、うんえー、川からね桃がどんぶらこどんぶらことくるんよね、うんうんうん、ん特に癖あるやつ持ってきましたけど <laughs> <laughs> もっといろいろあるだろう、はい、水がちょろちょろ出るとかあるだろう,あそうですねなんかあの えーと慌てている様を指すね、うんえー、オノマトペ、ロリロリとかありますからね。え何それえ何それえそんなオノマトペあるの<お>はい、慌てふためいてる様を表す、うん、ロリロリ。ロリロリはい、それ、あれじゃないの、小さい女の子が走り回っているような様子を表すんじゃないの <laughs> これだから、尖学被災の人間は困るぜ。ロリロリっていうオノマトペ、あるのロリロリはね、現代ではあんまり引かないかもしれないですけど、ちょっと、三国ク弾いてみますね。はい あ、三国には乗ってないですね。あ、残念。やっぱないんじゃ。あらあらあら。幼女が走り回ってる時にしか使わない。んだ日国引けばね。う乗ってる。乗ってるかもしれない。ちょっとわかんないですけど。まあまあ、あの、それは冗談ですけど。日本語に、まあ。多様なオノマトペがあるっていうことは。え、音声言語を話す方だったら、割と知っていることだと思うんですけど。手話にも、それが十分にある。はあ。 まあただオノマトペで例えるといわゆどちらかというと実はその CL 表現では助数詞とかに近いんですけど本当はまあちょっと理解の助けとしてオノマトペをちょっと使ってみましょうかなるほどねいやでもすげえ興味深い話だね確かに見た目しか使えなくて、はい、座布団のこの微妙な膨らみ具合みたいなものを表現しようとしたら、うん、ほっぺたの膨らみ方って確かに使える道具だって気づきですね一つもっともっと使えますよまだあるさ うん、これ手の動きで伝えらられるししいででです座布団って四角でしょ、うん、でもそれに手の動きっていうのを付け加えていくと、うん、それでその例えば実は丸い座布団ですよだとか、うん、えそれから分厚い座布団ですよみたいなことも伝えられるし<ー>それから口とか頬をすぼめれば薄さとか細さみたいなのも表せるみたいですね。ふーん でもパンパンに膨らんでいて細長い座布団とかは同じように口を使うと難しくないですか、はい、ああどうしてるの口を膨らませた後急に口つぼめて、はい、座布団って表すのかなああ手話をね、うん、習得できていいでしてないからからないですねちょっとねこれはね本当だドラ詳しい人が近くにて聞きたい, <laughs> はい、はい、ことではあるんですけど、うん、えとまあそれはちょっとごまかしますここでなるほど、はい、まあ分かんないよねはい 具体的にシール表現は他にも動詞とかでも使えましてその名に限らないんですね例えばですけど「座る」とかでも「並んで座る」とか「離れて座る」とか「向かい合って座る」みたいなものが「座る」っていう手話の表現の仕方だけで言い分けられると。 だから座るにちょっと何かを付け加えているさっきでいう方の膨らませ方みたいなものを付け加えることで一緒にみたいな表現ができる、はいはい、そういうことですねじゃあ具体的にちょっとその座る並んで座る離れて座る迎え合って座るの例文の動画をちょっと見てみましょうよーし見るぞはい動画見れるの楽しみですからねいつもねじゃあまず座るですかはい、はい、これが座るですね、はい よくわかりますね。ですよね。よくわかりました。じゃあ次、並んで座って見てみましょうね。うん、並んで座ってる感じしますね、そう言われると。ですよね。なんか、ああ、並んでるんだなっていう、そういう感じが非常にします大丈夫ですか、これ、史上一薄いコメントになってますけど、いや、でも、ここから棋士改ご覧ください、離れて座る。離れて座るは あ,あこうなるんすね。うん、<ー>なんかやっぱ離れてる感じがするというか <laughs> 一緒なんよずっと <laughs> ずっと同じ <laughs> 見てないからねそれしか言えないっすね、うんはい、えでもね向かい合って座るはね、うん、すごいねパッと直感的に見てもかりやすいす、ね、理解しやすいですかねじゃあ見てみましょうはい向かい合って座るとどうですはいいややっぱあれですよね向かい合ってる感じがしますよね <laughs> その非常に手話のシール表現っていうのが豊かかだとというこがよよくりますねそうですね豊か豊かでしたでも実際どんなもんか見てみたいでしょ一応この初めての手話にそのイラストが嬉しいあよかった見たいです見たいです今のとこで手がかりゼロで適当にアップしてたんでちょっと何にも言うことなかったじゃあ堀本さんに見ていただきますねはいえっと「座る」 うん、並んで座る。ああ、ああすごいじゃん、これ。結構、本当に並んで座ってる感じする、ね。座るは、えっ、ー、と、片手でやってますか。そう、まず座るだけの時は片手でやってて、うん、並んで座るの時は両手でやってますね。はい。で、離れて座るは両手を離して座ってますね。うんうん、で、向かい合って座るは手と手を向かい合わせて。ね、そうなんですよ。つまり、こう座るっていう手話をやってる時っていうのは、うん、その前っていうのを。 90度倒してお互いを向かい合わせるようなつまり両手が向かい合う形で座るっていう手話をやれば向かい合って座るが表現できるとなるほどこれめちゃくちゃすごくないですかだって何って座るしかやってないですからねこれそうだね、うん、座るをいろんな角度つけてみたりとか、はい、位置を変えてみたりとかで表現してるってことだだから、えー、無理やり音声言語に直すんだったら、うん、違いますけど、うん 座るの時は向かい合ってるんだなとか、ねね、座るの時は離れてるとかみたいなレベルですよ、ね、みたいな構成で言ったらね座るっていう一単語をいろんな使い方で表現することでいろいろ座り方を変えてるんですそういうことですそういうことです。あなるほど。はい、あだからえっとね日本語に例えるというか成長言語の成長とかに例えるとわかりやすいかもしれないですね。あの<ー>中国語のままああとさ<ん>みたいなさ<ん>、えー かりますあの,あのかか音の上げ下げみたいなのありますよねはいはいその言い方で意味が変わるんだよねそうですよね、うん、だからそれにまあ近いっちゃ近いのかな、うん、つまり音的には全部一緒なんだけどその音の発音にこう抑揚をつけることによって区別をしているわけですよねあ、ね、確かに似てますねはいてて思ったけど、はい 中国語のとは多分全然違う意味じんか馬とか母とかんかそんな感じ全然違うね馬とお母さんそうですねちょっと確かそんなそんなんだと思うんだけどいや知らないけどだから全然違うものになりますよっていう話だよね一個の言葉を言い分けるとだから今の手話の話とちょっと違う気がしていてそうですね「座る」をちょっと変えた表現をすると「並んで座る」になりますみたいなのはちょっと違うなって気がしてはい だから、あれの方が近いんじゃない前さ、広島先生ゲストに来てもらったときにやったじゃん。はい、えっと、じゃらんとジャランジャランで意味変わって、インドネシア語ですね。ジャランが道。道ですね。はい、でジャランジャランが散歩する。そう、そんなんだったよね。よね散歩するとかになりますみたいな、はい。それのことをリデュプリケーションと呼ぶんだって,言って,て、ね、言ってましたね。はい

いうことあつまりじゃらんからじゃらんじゃらんになったっていうのは道っていうの,のの意味をまあ多少延長させて散歩するうになったわけで、ね、ちょっと言い方変えて<ー>新しい似た意味にしますよっていう感じだからこっちが近いからね,はいはい、はい、ね確かにねこういうだから手話のこういう CL 表現みたいなものと、うん、そうリデュプリケーションのなんか似ている部分みたいなのはあるかもしれないしもしかしたら既に研究があるのかも、うんうん、僕が勉強不足で知らなかっただけかもしれないですね。うん ということで、はい、ここまで、えー、手話の CL 表現に関して話していきました。うん、衝撃的なね、うん、文法でしたよね。びっくりしましたね。うん、いや、僕やっぱザブトーンほっぺの膨らませ方で膨らみを表現するってめっちゃびっくりしましたね。そうですよね。でも多分ね、こうビジュアルで伝えるってなったら。 そこ使ったはええやろ。そうだ、ね。うね、冷静に考えたら、度合いを表す指標が確かに全然体にないから。はい、そういう表現方法になるんだなって思いました、ね。そう、そうなんですよね。だから、ちょっとここからは、僕が今回この手話の勉強をね、ま,あ、まとめ、うん、とめていくつかの本を読んで、思ったことをちょっと話して終わりにしようと思います。はい。はい。まあ、一つが、その音声言語は手話より優れている。なんてことはないんだなと思ったということですね。なるほど。一般的な理解として、音声言語の優位性。うん うん、つまり、えっ、ー、と手話みたいな言語と音声言語を比べたときに何が優位かっていうと、うん、まあちなみに知ってます？え、いや。 だから多分間違ってるんでしょうけどイメージとしては音声言語の方が効率よくてだからそれが使えない耳の聞こえない方とかがしょうがなく手話を習得してるんじゃないかなって思ってましたね。って思ってましたね。それはよくある、うん、誤解で誤解なんですね。そうそんなことはないと思いますね。<ー>意味伝達の効率で言ったら僕はね別にそんなに手話が、えー、とその効率が悪いっていうことは、うん、だって CL 表現見て思ったでしょうん 明らかにその座布団って言いながら口を膨らませてさ <laughs>、うん、その柔らかい空気が詰まった座布団だって言った方がさ、ね、効率絶対いいなそうだ、ね、と思う。座布団の膨らませ方さ音声言語でちゃんと表現しようと思ったらさ、うん、えっと中程度に真ん中が。 端に比べて四割ほど隆起している <laughs> <laughs> い。それめったすぎない。さすがに。学、う、系、ん、<laughs> のパンパンの座布団とかで別に。まあまあそうかそうか。うん、そうだね。パンパンの言い方とかで変えればいいのかな、うんだよね。ああ、それそも制限、ね、とかを<う>でもこの頬で確かに代替するとめちゃくちゃキビィまで表現できそうな気はしました。はい。そうなんですよ。で。 CL 表現にしても、まあ、NM 表現にしても、うん、なんでこんなのがまあ主要にあるかなって考えたきに、うん、まあ真っ先に思うのは視覚を使ってるからが究極のようですよね。見た目ってことで聴覚と視覚の一番の違いって、うん、聴覚って、えー、処理ができるのが、まあえー、と連続的につまりこうああいう掛け声させそうっていうのを、うん、一方向でしか処理できないんですよね。一一度に一個ししか聞けないっててことえとと、ね、視視覚覚区別してみるとは,い視覚は 一気にいろんなものを見て処理できるので、ね、いろんなパラメータを出せるんですよ <laughs> でも音ってのは音素を連続的にこう直線的に引き取るっていう処理しかできなさそうなんですねあそうだわ、まあ。もちろん確かにその小ネみたいなのをプラスしたりうん、うん、さっき言った成長みたいなのを使って新しいパラメータを足すことはできるんですけどうん、うん、言うても目には負けますよあれだね プレゼンのさ練習するときにさ最初真っ先に言われることがさ文字をいいっぱ書くなとそれより図とか絵をいっぱい書いてパッと見てパッと理解できるようにしろってすげえ言われるけどそれにちょっと似てるよねそうですね絵をドカッと見せるといっぱい情報あっても一気にスッと入ってくるし逆にそのダラ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 喋られると処理が全然追いつかないし文字ダラダラ読むのも大変みたいな感じよねそうですねだからまあ例えて言うならちょっとこれ正確ではないのかもしれないですけど うん、音のの処理ってのは一次元的つまり入ってきたものを順番にこう1次元のように線のように処理してるんですけど、ね、目って二次元ででで処理できるんですよねうん、うん、横と縦っていうものをドカッと図面として。 処理でできると思うの5人ぐらいの人の絵とか同時に出てきても全然パッと見てわかるもんね何が起きてそうなんですよだから視覚って聴覚に比べると処理能力結構高いと思うんですねでも聖徳太子は10人同時に話聞いても処理できたわけだから聖徳太子は聴覚も二次元的に処理できてるんじゃないですか聖徳太子の例はダメだろルルハンこれルル違反ですできんのじゃ自分だってズーム会議結構連続で参加して全員のところで会話できんのかお前は全然無理でしたなんでミーティング入れたのかごめんなさい間違えました やめてください10ミーティング一斉に僕のスケジュールに入れるの本当と勘弁してくださいちなみに落合陽一さんは2個のミーティングを同時にマったらしいですすげえ消毒会社じゃんそうなんです現代の消毒会社かもしれないですじゃあ落合さんは結構手話的なズーム会議の参加の仕方をしている手話的かどうか知らないですけどね視覚的なね視覚的に参加してるかもしれないですはいただねんでそんなまあ言ったら資格の方がさこういろんなことが処理できるのに 聴覚音声言語が今こうドミナント主要、えー、とドミナントなんだっけ、えー、と支配的支配的になってるのかというと、うん、<laughs> 今のあれですか島村先生のものまねですかドミナントえっ、ー、とこれ日本語で何て言うんやったっけなな,なんて言うんやったっけな <laughs> プリミティブな、まあ、まあ、知らんけど <laughs> よくやってましたね優位になったのかっていうと結構これあのあれですね言語学者がこう言ってるとかじゃなくて僕の感覚なので全然間違ってる可能性あるんですけど結構便利だったのはまず暗闇でも使えるっていうことですよね。確かに真っ暗でね。そね。夜が来るとやっぱり視覚が奪われますからそれが結構厳しいよねっていうことそうでとかあとは両手が塞がってても使えますね音声言語だとつまり木に登っていたり物を持っていても使えますしね。 でそれからあと視野外からは語りかけられても反応できるというのも視界に入ってない状態す、ね、あそうでつまり真後ろからねえねえって声かけられてもパッと分かりますよねそこはまあ確かに、えー、音声言語の方が便利な部分だとは。そうですね 思うなるほどなるほどけれどもまあ究極ねまあ現代って真っ暗み結構少なかったりするし、うん、まあ視野,の視野外からね、うん、話しかけられるんだってねシマウマみたいに目が横についてたらねいやいやシマウマみたいに目横についてないから、うん、あんたさっき自分で言うとったやろあんた聖徳太子なのかみたいな <laughs> お前聖徳太子ならそれでいけるんだなみたいなことさっき詰められた記憶僕あるんですけど <laughs> あんたシマウマなんか <laughs> いや,いやまあでもシマウマなんかだったらズ野さんの作業場に後ろにディスプレイ設置してそれで作業しうって言ってやろうか <laughs> やっぱさっきそのドミナントみたいにいた時シマウマ先 先生のモノマネ。しまむら先生じゃん。し <laughs> まむら先生のようでした。もうチラな話全然本題に戻ってこれない。<laughs> ひどいな。しまむらではないので。知り合いから<は>えと話しかけられたら確かに厳しいかもしれない。実際だから、ね、えっと主は。手話 使われる方は話しかける時には例えばですけど部屋の電気をこう切ってつけてみたいなパチパチってやって注目を集めたりすることがあるっていう風に本とかには書いてあったりしてそう,まあそういうような違いはもちろんあるんですけどでも逆にですよ手話ってえ海の中でも会話できますし窓越しで声が届かなかったりしてもそれからクラブとかでめっちゃうるさいみたいな全然会話できないとか。 いうででも会話きる例えばですけど確かにボウリング場とかさ僕さレジャーとしてさ完成度低いなってちょっと思うことあって失礼だなボウリング場完成度低いいやうるさすぎてさ会話が盛り上がらなくないそこガシャンパカンってめっちゃ大音量でさジュークボックスかかってるしそうかもだからボウリングってチームスポーツにもなるし楽しいんですけどでも結果的にいまいち会話がね ゆっくり話ができないないと僕それよりカラオケの方が気になりますねあそうですね。人の歌声がうるさすぎて何にも喋れないなっていつも思ってますはいはい、はい、そうでもまあそういうそのすごい音がいっぱい飛び交っている場所みたいなところでも意思疎通が全然できてしまう、うん、まあそれがその手話の、うん、えと音声言語に対する優位性ですよねそうだねだから,だからそっちの強さ強みもあるわけですよねそうだから そうやってこう一長一短であって必ずしもその音声言語が優れてるとは言えないしそういったその CL とか NM みたいなものっていうのは音声言語にはない手話ならではのまあ視覚に根ざした視覚っていう処理に根ざした優位性ですよね、うんうんうん。そうだねあだしさ今の完全にパラレルになってて面白いなと思ったのは、はい、暗闇で手話使えないから不便じゃんっていうのとカラオケでうるせえから音声言語不便じゃんっていうの全く一緒だよね。うん、そうですね聴覚っててものに依存してると 聴覚刺激が他のものがあるときにはかき消されてるから使えないし、はい、視覚に依存してたら視覚が使えないときは使えないってなるから本当に一丁いったんですね、これは。 調べてみるとやっぱ音声言語に絶対的な優位性があるわけじゃなさそうでうまあたまたま人が生まれ落ちた環境とかそうだねまあつまりそのね日が暮れるみたいなものだとか、うん、それからまあ目が2個前についているよねみたいなことだとか、うん、そういうところとはまったから今支持されてるだけであって、うん、だから我々が仮に海の中で生活してたら、うん、手話の方がドミナントになっていたかもしれない。 イルカとかはエコロケーション、うん、まあ音声使ってコミュニケーション取ってるみたいですけどなんだ今僕言おうとしたのゲームとかではい、半魚人みたいな海の中の人たち、はいうん と話に行くだいたいんか喋ってたりとかアーロンさんとかアーロンさんとかはい大体喋ってたりするからあれ交渉甘いですねみたいな、うん、実際には手話の方が適切な交渉なんじゃないですかみたいなこと言おうと思ったけどそうかイルカの例もあるから <laughs> 必ずしも別にそっちとも言えないそうですねイルカもヒレみたいなやつ実は5本ねもともと 五本指だったから解剖すると実はイルカってこう、うん、骨が五、ねね、本ねあるっていうつまり手が退化した退化したとかヒレになったみたいな話ありますけど泳ぐためには結局そうかあそうかそうか、うん、あそうか泳ぐための構造っていうのはあるのかそうそう,そうかなので でもねなんか分かんないですけど泡をさ、うん、すごくいろんな形でさ、ね、飛ばせるみたいなこととかができたら別に視覚で会話してもいいわけですよね,で,すね、まあ、でもあれはね海って濁ってると視覚いまいち見えんのそうだもんだけど汚く砂とかが舞っちゃった時に対応できないからそうか音のが便利ななかもしれないだからもしかしたらイルカとかも音使ってるのかもしれないですね本当だ今完全にやってることあれじゃん 宇宙人の言語ってどうなるのが正しいんだろうみたいな妄想と一緒じゃんやってる作業そうそう本当にその解像度上がるねこれう,ねうんそうなんですよ、うん、でだしこれってその堀本さん以前その色覚多様性の話してたと思うんですよね、うん、なんかマジョリティがどっちなのかみたいな話どんな話でしたっけ、えっと、多分今色弱って言われてるような人、はい、まあ色覚多様性って言おうぜっていう,、はい、いう運動ありますけど、まあ、いわゆるもともと色弱って言われてたような人たち でこれ単にマイノリティだから色弱って呼ばれてたのであって、はい、実際にはいわゆる健常者、うん、色弱じゃない人が区別できる色あ区別できない色をこの色弱と言われてた人たちだけが区別できている単に見分けられる波長の領域が異なっているだけで、うん、別にどっちが優れているとかではない、うん、そうなんかあのポッドキャスターの佐々木亮さんとかが、うん、えっとその 宇宙飛行士宇宙系の番組なんですけど、うん、なんか宇宙飛行士になりたかったけどなれなかった理由はそういう色覚の問題だったらしくってなんでも逆になんか僕だから<ー>青がなんか普通の人見分けられないやつ見分けられるんですよねたみたいなことを言っていたんですけどそういういことですよねだから結局そうだそそ仮にそのいわゆる色弱の人がマジョリティだったら、うん、そっちが健常者になってそ<う>、えー、今健常者と言われてる人たちが色弱になっているはず、うん、っていう話ですね。そそううでですよそうでそれで言うと、えっと まあ耳が聞こえる人が一定数いたのにかかわらず、うん、みんなが手話で話してるコミュニティはあったんですよ。うんうん、耳が聞こえる人が結構いるのに,、はい、にみんな手話で喋って話しているコミュニティは実際にあったんですよイギリスの、まあ、ボストンの南の、えっと、ーマーサーズビンヤードと 僕は遺伝によって耳の不自由な人が結構生まれていたらしくってここでは聞こえる聞こえないに関わりなく誰もがごく普通に手話を使って話していたらしいんですよ。じゃあそっちの選択肢もあったんだね。人類もそっち行ってる可能性あった然あるですしこの例から言えるのって手話で話したからといってコミュニケーションが取れなかったりとか話せないことがあるとかそういうことではないってことなんですよ。 たまたま音声言語をみんな使っているので、うん、音声言語で喋ってるだけの可能性も全然あると思うんですよね。うん、なるほどね。そう。で、こうやってその音声言語をいろいろ相対化してみると、異星人、まあ、異性の,の知的生命体が、音声言語を使ってるみたいな前提って、いかに自分らの常識に取られてるかよくわかりますよね。そうですね。だって、手話取ってた可能性あるわけよね。あるある、全然ある。うん、ってなると、 やっぱりその手話みたいなことを勉強していくと自分たちの音声言語っていうのを相対化してメタ認知することができるなってことをすごく感じましたねうーんちょっとあんま関係ない話かもしれないですけどはい、はい、医療ドラマとかって作るのめっちゃ難しいらしくてほうほう実際のものに即した <laughs> うん、うん、実際の病院に即した感じにするとみんな見てる人ピンとこない。 なんだっけな、どの事例だとか忘れたけど、要はあの手術するときとかあ、メスみたいなメスみたいな、うん、汗みたいなやつあるじゃないですか、うん、あのザ・手術するし、はい、みたいな、なんかあんなことしないみたいな、実際の医療現場ではあんなことしないなってみんな思ってるし、しょ手術中、結構音楽かけてるんでしょあ,あ、そうなのそれ知らん手術室で外科医が、うん 聴きたい集中できる音楽をかけながら実際手術してるからあんなし沈黙が流れてないらしいな、うん、あそうなんだ少なくとも汗は言わないなみたいな話聞いたりしたんだけどさ、うん、ってことはさでも医療監修とかあの医療従事者の方の監修がちゃんと入っててもあの演出結構してるじゃんはい、はい、メスみたいな、うん、なんでかっていうとそうしないとみんな見てる人が あ今病院で手術してるんだってピンとこないから違うんだけど仕方なくやってるっていう話をどっかで聞いて、はい、あなんか悲しいなクリエイティブって難しいなって思ったんですけどうん、うん、なんかもしかしたら。 宇宙人のの言語とかかももそそれれに近いのかもししなくてうん、そうでしょうねだからその手話で喋ってるるみたいいななな風になるとピンとこないから、ね、映画にそれ作っちゃったら視聴者が「今どういう状況何これな、うんで手話?」ってなるからそのせいでやれてないかもしれないです、ね、でもね手話で話す知的生命体の話とか逆にやってほしいですけどね音声言語中心だと思うんじゃねえよっていう強いメッセージがそこから読み取れますけどね。 そうだね。ちょっと水野さんぜひ映画監督になっていただいて僕。僕が僕が作れるしかないです。そういうことを思った人がやり始めないといない。制作予算って堀本さんの方がらりんですか <laughs> ?8 万円出しましょう。<laughs> 8万円で映画一本撮ってきていただいて。<laughs> 8万円で頑張ってください。<laughs> えっと、僕のギャラも制作予算も全部あ。そうそう、もちろん、もちろん。ろん全コミの8万。もちろんで、多分宇宙とか行くから CG とか発注しなきゃいけないですけど、<laughs> 8万で、八万でどうにか作っていただけれて。納期は納期は来月、来月いっぱいで。<laughs> 頑張よろしくお願いします。ということでね堀本さん、はい、ここまで手話に関して、えー、CL 表現と NM 表現の話そして僕が勉強して感じたことを話してきたんですけどうん、うん、今回ね、うん、ピアランケンでしたおおお僕がいつもゆるコンピューター科学ラジオでやるやつ、はい、サーフシャークさんの案件でよくやるやつ、はい、あ今回案件だったんですかそうです あと、ーサーフシャークさんではないです。サーフシャークさんじゃないですかはい。今言おうと思ってたのに。違いますよ。つまり、シャークもエコロケーションをしてる、みたいな。<laughs> ってことは、アシュワーと一緒だから、みたいな話かなと思って。<laughs> <あ>そんなことはなかったですね。違います。<laughs> 作者関係だと面白かさんなそれで発注してきそうだからなありえますねではなく何の高校関係なんですか、はい、これ今ねちょっとずっと初回からこ,うここの前に置いてましたけどうん、うん、この本著者のね吉海明さん「うんうん、えー、優しい日本語ツーリズム研究会」代表の吉海さんからの案件ですね。 個人からね個人からですねこの2作の二冊のこの著作があって優しい日本語の普及に取り組んでいると優しい日本語って分かりますいや全然分かんないです優しい日本語ってのは外国の方とかがさ例えば行政文書とか何分かんないけど避難警告とか見たときにさ普通の日本人が普通に使う感覚で例えば「避難してください」とか言われても「避難ってなんだ?」あか「知らないな」ってなっでもこれ「逃げてください」って言い換えればいい このようにそういう、まあ、これもだから情報保障の一つだと思うんですけど、うん、1>, あの1回目でやったそういう方にも必要な情報を届けるためには、えー、日本人に伝わるような日本語ではなくって、うん、まあその初学者だとか外国の方でも分かる日本語で書くっていうのは。 これはその行政がやるべきことだったりバリアフリーだとかそう,そ,うそういう平等性につながるんじゃないかっていって、うんえー、日本語教育の先生とかも、うんえー、こういうのって研究をされてるんですね<ー>優しい日本語か難しい熟語使わないとかそういうことそうですね,ですねとかあと前も話したかもしれないですけど逆にこれ英語の例ですけど、うん、その俺ちょっと初学者だから難しい単語やめてくれよって言った結果、うんうん、めっちゃ「その語をプラスなんだら」みたいな熟語をめっちゃ言っちゃうみたいな。 しっかり抑えてないといけなくなるそうそう、メイクセンスみたいなものを使っちゃうんですよね。うん、で、それはその彼らからすると優しい。熟語だから優しいみたいな感覚があっても、僕らが、えと、向こうからするとそうではない。てか、えっと、別の言語の話者、学習者からするとそうではない。そうですね。全然優しくないけどなあみたいな。そう。それから、まあ、あと、その、何、えっと、文の構造自体も、例えば、すっげえ長い文。何、こうこうこうであるが。 こうここううなのでこうこうこういうような言い方をする人がいたがみたいなのとかも短い文に切ってあげればもっと理解が楽じゃないですか全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を有するみたいなやつですねダメですねこれ難しいですよねそういうものを彼らが分かるようにしようとそういうようなムーブメントが優しい日本語ですね。 この手話今回のテーマって全然関係なくないですかと思うじゃないですかこれはねちゃんとね、一貫しているんですねこれあの吉川さんのご著書こっちはこの入門優しい日本語っていう本でもう一個がこのローと手話ですねっていう本なので全然違いそうだけどなそう思いますよねでもさっきまでの話って日本手話って日本語と 全然体型が違違いいままししたたよね違いましたねだって座布団の膨らみを表すのにほ、うん、を膨らませながら喋る人いない、ね、そうですし単語の意味も微妙にずれてる話がねまし、ねえー、とか首みたいなものもありましたし語順もね違うケースがある何もかも違いますねじゃあそうなんですよでえっ、ー、ととはいえろうんえー、老学校、うん、学校で、えー、日本語の勉強授業みたいなのあるらしいんですよ、うんうん、だけどもさあの普段使わない言語をさ、うん、学校で習ってさ うん、それマスターしなくない普通にほっといたら。<ん>えっとだからそのろう学校に通ってる方の母語は日本語じゃなくて日本,、ね、日本手話なのかな。そうですね。はい。日本手話のケースがある。はあはあうん、ご両親がどういう言語を使われるかとかにもっても変わってはくるんですけど今回はおおむねそういう日本手話ネイティブだと思いましょう。まあ、じゃああ,あそうですね。だから母語が日本手話だったら。はい 確かに日本語を別で学習しななきゃいけないけかそう家帰っても日本手話でご両親と会話をされてるようだったらああもうおおむねそれで住んじゃいますよね確かにああそうっすね、うん、だから外国語学習みたいな感じになるのかそうなんですよまさにそうでああ学校でねその日本語を学びますけれども,ああでも使わんからあんまり。<laughs> 身につかんよねあんまり興味がなそれはその小学校の時とか中学校の時に英語を習ったけれどもうん、うん、海外に行かねえしうん、うん、別に日本でずっと住むわって人が英語忘れるのとほとんど一緒なわけですよでもさ行政文書とか日本語できちゃうわけよそうです、ね、だからここいついつまでに納税してくださいとかえ何例えば、えー、とここでこういう明日なんかこういう天災が起きそうなので避難してくださいみたいな、ね、見ても ピンとこない可能性も。確かに避難してくださいって手話で送ってこいよってわけにいかないですで。そうそうそうですし、まあその避難みたいなそこそこ難しい単語じゃあ習うのかみたいな問題。うん、まあ避難であれば、まだまだマシかもしれないですけど。うん、ってなるわけですよね。そうですね所得控除なんて習わないし、ね。ああ所得控除難しそう。うん、確かに。そう。っていうのがあるので。うん、じゃあ彼らにでも伝わるような言葉。なんだろうな。 うん、優しい日本語。なわけですねあ。そうやってリンクしてるんですね。これは。そうなんですよ。結局だから、その外国。えっ、ー、と、日本に来た外国の方と、うん、えっと。日本手話。が第一母語の方っていうのは、同じ、で。うんうん、その第二言語と、第二言語として日本語を学んで。っていう点が一緒なんですね。なるほど。そういう方々への、まあ、情報発信。として、より良い形を探られてるっていうのが、吉川さんのご活動の根本だと思います。うんうんうん、なるほどね。はい。なんか、僕。その日本に。 住んでいる日本人で日本語が母語じゃないっていうケースについて全く考えたことがなかったんでうん、うん、普通の人はそうでしょうねてか僕も考えたことなかったしそうだから今の話でそうかそういうケースがあるのかというかそういうまあ言うたら不遇な人。うん 行政文書とかがあんまり読めなくなっちゃってちょっと困るなみたいな人への配慮みたいなの全く考えたことなくてしかも彼らは発信できないですからねなかなか困りますね日本語で発信してくれよみたいなこと言われるわけだから<ー>なので余計に見えづらいですよねめちゃくちゃ困りますねなんか僕似た現象どっかであったなと思ったら、うん、中学3年生の時に人狼ゲームに初めて呼ばれた時と一緒なんですよ、うん、はいはい、あ、中3の頃にやってたんですね中3か高1かもしれないはい、はい、そんぐらいの時に人狼やろうぜ今週末 友達が言ってたんですよ、うん、で僕人狼何かあんま分かってないんですよ。でもなんかよく分かんないけど「お、うん!」って言ったんですよ。はい、その現場に行ったら、うん、なんかその「じゃあ占い師カミングアウトします」みたいな,な謎の専門用語で喋る集団がい,い,い,、はい、いるわけですよ。うん、何これと思って「うん、何?」みたいな <laughs> 顔してたら「うん、えお前知らんのルール」みたいな。で来たのみたいなって、うん、その 人狼をする空間において、人狼プレイヤーたちしかいない場所で、人狼語を返さないやつのことを、誰も想定してないんですよ、うん、そうですね。だって例えばですけど、俺、市民だったみたいなこととか言ったら、ね、そうそうそう、なんだこいつってなって、うんで、すごいなんか、分かんないやつ来ちゃったなみたいな感じになって、めちゃくちゃ礼遇されて、悲しかった記憶があるんです、ねはいはい、で、なんだったら、いや、なんか慣れてないやついると邪魔だから殺そうぜ、堀本みた <laughs> めちゃくちゃ殺されるんですよ <laughs> なんかあいついると思んないからみたいになって。<laughs> すごいんかやだな配慮がないなんか人狼を誤解さない人間はこんなに冷たくあしらわれるのかとすごく嫌だった気がしてあの時の悲しさを味わわせないための運動なのかもしれないですね吉川さんの活動が人狼に呼ばれて悲しい気持ちになる人を救済するような活動かもしれないですね間違ってます間違ってない体あってない入門人狼と言っても過言ではない人狼のルールブックない優しい人狼じゃない じゃあ間違ってましたそうあのだから人狼の場合はねその、うん、ごめん俺人狼のルールわかんないから教えてよって堀本さん言えるでしょで,、ねうん、でも言えないケースもありますから、ね、そうですねそれすごく深刻ですねそうだからそう人狼堀本さんが人狼に馴染めなかった時よりもさらに深刻ではありますね、うんうん、困りますね、はい、であと今回ねこうしれっと手話の映像を提供してくださった、うん のがシレッドシュワの映像を提供してくださった言い方悪いめちゃくちゃいいんで頑張って用意してきてくださったんでしょわざわざ先生がそれをあんたシレッド映像用意してきてくれたちょちょっとやってくださいよみたいなそれ一番嫌がられる発注の仕方ですからねイラストレーターとかにいやちょちょっとないてくださいよこれこ止まってください落ち着いてください落ち着いてくださいちょっと言い直してくださいよからよくないからよくないからよくてくいくい絶対カットさくないですけど <laughs> もう一回言い直してください <laughs> え。えっとシレッと入ってたんです。はい。シレッと 提供してくれたんじゃないのうん。しれっと入ってたえっと、こ<ー>の動画の中にシレッと入ってたので、我々、えー、がシレッと入れた動画を提供してくださった先生がいるって話です、ねそう。そう言えないう、ね、その福祉位置が微妙にずれるっていうムーブメントって結構ありましてね。あのね、変わった建築ってたまにあるよねみたいなこと言いますけど、建築自体はずっとありますから、たまにでもそはいいよのよ福祉がどこにかかかるいです。あ、その話がしたかった。建築屋さ頭が赤い魚を食べる猫の話はいいんですよ。あ、じゃないじゃない。それじゃなくてね。はい、えっと、 今回の手話の映像のご協力については、群馬大学の手話サポーター養成プログラム、プロジェクトにご協力いただいてます。手話サポーター養成プロジェクトいます。はい、ありがとうございます。これちょっともともとね、実は手話の通訳を入れてくれませんかっていうふうに、このサポーター養成プロジェクトの、サポーター養成プロジェクトの、手話サポーター養成プロジェクトの金沢先生に頼んだんですね。そしたら あのいや情報保障はしているんですかみたいなことを聞かれまして情報保障ってなんだ <laughs> みたいな状態から実は始まったんですねでここでちょっとその金沢先生に言われたことがすごく印象的だったのでうん、うん、ちょっと簡単にかいつまんで話しますねうん、うん、実はその「ゆる言語学ラジオのその」の、うん、手話通訳みたいなことを、えー、とやること自体が結構勇気いるみたいなこと言われてはい、はい、そ,うそうなんですか 聞こえる人同士の雑談のノリっていうのって結構その聞こえない方からするとだいぶ違うからあーなるほど<う>翻訳されてるものと実際の音声だとノリが違う。 そう例えばですけど僕じゃあ、えーとそのえーと「情報保障してますか?」って言われたので、うんいや「テロップありますけどね」みたいな、うん、その動画にテロップがついてるんで、うん、それご覧になったらなんか分かるとは思いますみたいなこと言ったら「うん、いやそれはね情報保障じゃないんですね」<ー>ってこと言われて例えばですけどその僕らテロップってかなり最小限にとどめてますけど、うん、その えっとーみたいなこと言っているとかすっごい大笑いしているみたいなところとかってのは、うん、もちろんですけどテロップに入れてないですよね,なすね私な何だったら意味あること喋ってても入れてないケースが結構あります、ね、そうですよね本題がえー、っと「カツ丼って美味しいんですよ衣がサクサクで卵でそじられてて」っていう時のこの「衣がサクサクで」ははしょられてる場合が結構ありますよねそうですよねいろいろ捨ててますよね、うん、でもそれがそのろうの方にとってはすごくまあその、うん 見えにくい壁でありうーメールにもあったんですけど雑談がなかななかか入れないんですよと博士課程の時とかに、まあ、その教員の先生にこう論文とかにやり取りしてる時に「うん、ちょっと喫茶店とか行きますか?」って言って、うん、カジュアルに話してなんかこういろんな相談をしたりとかさちょっとした意向を伺うみたいなことをするけれども、うん、それがね入れなくて。 悔しい思いをされてる方って結構いるんですよと。なるほど。だか雑談に参加できなくて悔しい。そう雑談とかその緩い話、つまり、うん、えと情報がだけとりあえずこう伝えればいいんでしょうじゃなくて、うんうん、その空気感も含めて全部伝えて初めて情報保障したことになるし、うん、まあ、だから僕らが今回その、えー、字幕、うん、YouTube の字幕に入れてるものってもう本当に多分最低限でしかないんですよね。 でえっと、そういうことがろうの,の方にとってはかなり悔しいことなのでーそのゆる言語ゴ・クラジオのそ,のそういうノリみたいなものもそうだし、うん、まあそれからそのまあ動画を見て、うん、テロップを見てあこんなに喋ってるのにテロップこれだけってことは私たちが見れない部分っていうのはいっぱいあるんだろうなっていうふうに思われるとそれはそのむしろ多分辛いことになるかもしれないと。なるほど でも本当にそういうことに関しては僕は全く想像が及ばなかったので,です、ね、僕も今言われてあそういう感覚なんだとですよ、ね、そうだ雑談に入れなくてすごい歯がゆいなんていう感覚全く持ったことがないから全くわからないじゃないですかそうですね水野さん人の雑談いつも奪ってますからね、えー、雑談に入れないどころか、はい、人の雑談全部持ってきますからねそうそうかキーワード出て「あそこのパンおいしくないよあのパンうまいよね」に対してあ「パンといえば語源がこれですよね」なそんな会話してないよ別に <laughs> なんか話持ってかれますからね 1928年から創業した何々屋さんで修業したシェフがやってるところだから美味しいねとか言いますよとそれをそっちか言ってるのかとかでいさすがに無関係なことがありますからいずれにせよ雑談を持ってってる水野さんとはあんまり関係ない悩みだからちょっと我々配慮が足りなかったですねそこそうなんですねさらにもう一個結構金沢先生が昔書いた書かれた論文を送っていただいたんですけどそこに書いてあったこともすごいねうわ ここれ俺だとと思っったことがあってえじゃあ我々その字幕をつけますみたいなことに関してもそれでそのローの方が「ありがとうございます」っていう風な関係になるのは良くないと。つまり我々聞こえてでローの方は「 そ,のそういう人たちがじゃあ情報保障して字幕をつけましたうん、うん、っていう配慮をするためにありがとうございますとか感謝をするっていうこと自体がもう力関係として非対称的だとうんそうですねそう手話もだって独立した言語ですからそうですね、うん、ああだからつけてやったぞオラーっていう態度が間違っているそうそれは持続可能性は低いわけですよねだから今回は字幕をつけてあげましたからっていうようなスタンスでいくっていうこと自体も 非常に良くないなるほどああこれ難しいし言われないと気づかなかったなそう,確かにそうですねでそうだからそのろうの方からするとそうやって聞こえる人たちにずっと「いやもうすいませんね」って言って言い続けた歴史が今まで多分あるのであんまりだから我々の方もつけてあげましたよっていうふうなことは言わない方がいいだろうとはい、はい、言わない方がいいというかそういう気持ちになってはいけないと思うんですね。 そうだね実際ね確かにその字幕をつけるってこと自体はいろいろ時間もかかる部分ではあるんですけど、うん、まあじゃあそれをその手話に関して話してるとっていうところでその字幕をつけないっていうのはなかなかやばいことだなっていうのを 今回やってて初めて気づきましたねねそうです、ね、あのいい感じの例えをしようと思ったんですけど、はい、どうしてもやっぱりあの人狼に入れない時に <laughs> 仕方なく「あだからこの占い師っていうのは」ってみんな嫌い々やいや説明しながら僕を入れてた時のあの感じ確かに「あ、うん、すいません」ってなってて、うん、恐縮なんで「やっぱり良くないですよねああいう力関係は」ってまた同じ話してしまうんで実調、うんうん、しました。しししてて <laughs> てない <laughs> してないい全部話してる以前僕 うん、会社で研修を受けましてはい、はい、どんな研修かっていうと、あの途上の方。途上の職員さんが。うん、途上、途中ってこと?。あ、ごめんなさい、じゃなくて、うん、あの食肉加工場。あ、はいはいはい、あ、なるほど、ですね、家畜とかをね、はい、肉にするやつ、ねそ。そうですね、はい,は,いはい、そこの職員さん。 うん、にお話を伺うあの差別されてきてるんですね、ずっと。会社の研修で保証、はい、の,の人に話を聞いて、はい。伺うっていうことをやったんですらそういう差別があるんだっていうことを、うんあまあ、みんな知らないのでそれについて、まあ、し知ろうという研修ですね。差別されてきた当事者の話を聞くはいうことですで その方がグループワークみたいなので自分らのグループに入って何でも質問していいですよっていうのでいろいろとこうまあ根掘り葉掘り伺ったんですけどその中ですごい忘れられないことがあって僕もね正直ね差別しちゃうことありますよっていうんですねえその途上の人がはいへえ職員さんが正直差別的な感情が芽生えることはありますはあ差別されてきた人なのにそうですそうです すごい誹謗中傷の手紙みたいなのが来るだとか、うんうん、あとはその、えっ、ー、と、結婚しようと思うと向こうの親から反対されるとか。まあ、そういうことが起きてるんですよ。<ー>これ現実の話ですから、ね、現代にいです、現代の話です。江戸時代とか、でそういう話聞きます、ねはい。はい、そうです。だから、そこからずっと続いていて、<ー>現代でもそういうようなことって起きる。なるほど。みたいなんですけど、そう、はいはい、でも、そうなんだけど、自分も差別しちゃうことがあると。うんうん、例えばですけど、自分の家の近くにゴミ捨て場。 ゴミ捨て場、うん、ゴミ処理場が立つって言ったら最初えー、やだなと思うと <laughs> あんたもされてきて嫌がってたことやということですね、うん、なんだけれどもそう思ってしまうとうんんだけれども大体のことはあれこれ調べていったらそれで自分の差別心は消えるとつまり差別って根源はほとんど無関心から来ているんだとああいい話だそう何も知らんから差別してしまうんだとそ,それに対してあれこれ調べてみたら えーとその差別心ってのは抑えられるし、うん、だから芽生えるまでは俺も否定できんと、うん、だから食肉加工場の人ですって言った時にうん、うん、すごい気ぃつかれるのもそれはそれで嫌だとだけれどもそ,れそ,のそういう芽生えてしまった差別心を抑えることが必要なことなんじゃないかと、うんうん、っていうのもその差別心みたいなのってのを消そうと思っても多分できないと。子供とかなんてもう 食肉加工場に来て見学とかに来るともうやっぱ言うんですよねうわ気持ち悪いとか言って言うと子供はね素直に言いますからねそういう自然な感情自体を否定したいわけでは僕はないとではなくてそれこそ大人になってある程度理性ができた時に無関心っていうのを減らすことと芽生えた差別心を後にキャンセルするっていうことが大事なんじゃないかと思いますっていうことを言っててちゃんと調べて知っていってその上で正しい判断にたどり着くってことですね っていう話を踏まえると、その僕が最初にしてしまった情報保障に関するえと理解の少なさうん、うん、みたいなことっていうのは、ものすごく、えーと、ここで聞いた研修の話と繋がってくるなと。何も知らないから、あの、 普通ににナチュラルに差別しちゃっているんですよねじゃあ情報保障つけた方がいいですかみたいなこと自体が、うん、まあそもそもあんまりよくはないんだ、ね、ということをすごく今回ねやって痛感したああ大事だね関心を持って知識を得て理性で正しい判断をしようとそう,そうだから今回はその手話っていう、まあ、言語に関する話とは別で、うん、まあそういったことにもちょっと自分自身のまあ関心の低さみたいなのをちょっと反省するい機会になりましたね僕も最近そういう反省がありまして。はい 僕サーファーと全員気が合わないと思ってたんですよねはいサーフィンやってるやつと気合合わんやろ100%って思って大丈夫ですいいおちになるから大丈夫です大丈夫ですサーフィン僕高校生の時に1回やったことあるんですはいもう朝4時起きでその時点でもうテンションめっちゃ下がったんですよ朝4時起きてと思ってそんなレジャーあると思ってで朝4時起きでめちゃくちゃ遠くに連れてかれて でそのサーフィンやって友達に教わったんですけどそいつに「はいもっと遅いよもっ,いもっと来いでもっと来いでもっと来いで」ってめちゃくちゃ言われて「乗れないよそんなんじゃもっと来いでもっと来いで」ってめちゃくちゃスパルタで指導されて、うん、1> 丸一日やってさ、うん、気持ちいいの2秒ぐらいなんですよ、うん。<laughs> ちょっとだけ乗れてる。この、あー乗れてる。で、バシャン。で、すぐバシャンって落ちて。どうこの経験一生忘れられないでしょっそいつに言われたんですけど。いや、あの、一生やらないっす、もう。一生忘れないこと忘れない。一生忘れないですね。あの、非常にコスパが悪いスポーツだなって思って。ごめんなさいね。サーファーの方、すいませんね。いや、ごめんなあのちょっと待って、逆転するから。まだまだまだ。この後逆転するから。い。だから、サーファーと基本全員気合わないと思ってたんですけど、我らがバリューブックス。はい。 担当者、はい、いつもね我々に最高の案件をくれるバリューブックスの担当者がサーファーなんですよ、うん、学生時代バリバリにマイサーフィンをしていたっていう人で、うん、でもこの人だからちょっとサーファーっぽい感じちょっとイケてる感じもありつつ、はいえー、本ののアップをすするのが我々より得意です <laughs> このバリューブックス担当者ねポンポン出てくるんですよ飯食ってると。書籍の名前が うん、そう本の名前がどんどん出てきてなんか飯食ってたモンゴル料理屋で飯食ってたんですけど前、うん、今ちょうどモンゴルについてのこういう本読んでてこうこうこうで今ウランバートルって実はこうらしいウランバートルって今シャーマン増えてるらしいんですよみたいなめっちゃおもろい情報次々出てきて <laughs> はい、はい、これはなんとかとなんとかってめっちゃおもろい本に出てきたんですよ、うん、まあ僕も読んでないんですけど <laughs> <laughs> 俺らと全く同じ芸風を下手すると俺らを上回るスピードで出していくんで、いや、次々出てきますね、みたいな。めちゃくちゃおもろいっすわ、って,ってあじゃ次この飲み物頼んでみます。モンゴル版のなんか、ヤクルト、カルピスかなんか頼んでみます、うん、みたいなこと言ったらあ、そういえばヤクルト創業者の自伝がめちゃくちゃ面白くて<お>、こんなこと書いてあるんですよです、ね。うん、ま読んでないですけど <laughs>。 延々、延々 <laughs>、んんその芸風続ける、もうめちゃくちゃ好きなんですよ、僕、その人、はいはい、超仲良くなって、まあ、だからよく一緒にお仕事もさせてもらってるんですが、はいはい、それ以来、もう僕、サーファーについてのマイナスイメージ、全くなくなって、うん、サーフィンしてる人も気が合うと、うん、今では思っています。はい、だからこれ全く同じ構造ですよねあごめんなさいあのそう 担当者のの方話確かにエピソードとして強かったですね担当者の本の話が「ゆる読書人ぶりラジオ」をやりたいですね一緒にいつかコラボもしたいなって言ってますそうですねそうだからそういうことよ差別感情みたいなもんでね詳しく知っていくとなくなっていくという一般なんですねそうですね攻撃性じゃないんですよね意外とね根源は攻撃性ももちろんありますけれども無知と無関心から来てるのだと。でよく感じたという話ですなるほど <music> まあという話を踏まえると金澤先生にも言われたんですけど、うん、手話に関することだけ情報保障してるっていうこと自体が結構もう実はろう者に対しては非対照的な関係性ではあるのでなんか本当はねその、えー、とゆるゲンガワークラジオの本当にちゃんとした文字起こしみたいなものだとかうん、うん、あるいは、まあ、こ,のこの回に関しては本当は手話通訳みたいなのが同時で流れたらよかったなみたいなことは思うんですけどちょっとその。 そこに関してはいろいろなハードルがあってできなかったんですけどなんかこれをねこう協力してくれる方とかあらうまいやり方とか知ってる人がいたらなんかまた手話に関してはもっともっとねいろいろね勉強したら面白いことあったんで話したいんですけどそうあのなので協力してくれる方とかがもしいたらぜひちょっとなんかご連絡いただければ嬉しいですね。ああそうですねだから耳聞こえない方のための情報保障とかでもっと上手にこれやれますよ手話通訳,なんか同時通訳って。ね 俺、あの、手話の同時通訳のことも全然知らなかったんだけど、やっぱ大変すぎて、基本、その、2時間とかの尺だったら、1人では回せないらしい。あ、そうなし、その、うん、なんか、だし、やっぱ情報もさ、聞きながら全然違う言語に置き換えたりするので、そんな同時ってなると、めちゃくちゃレベル高い人しかできなかったりするらしい。だから、今日同時通訳の人、本当は呼びたかったみたいなこと言ってました最初言ったんですけど、それはね、全然。無理な。難しい。 せめてその取り終わったものを見てから通訳するとかだけどでもそれもやっぱすごいハードルが高いらしいですね。じゃあ何かご協力してくださる方とかねもしかしたらあれですかね過去会とかに日本語テロップめちゃくちゃ全部つけますみたいなことそうですねとか分かんないけどそういうツール知ってるみたいないい自動翻訳自動字幕ツールみたいなとかご存知の方がいたらねぜひ教えてほしいなと思いますねそうですね。 とということで長々と手話シリーズお話ししてまいりましたがこうやってこう僕自身が興味があることを話してかつそれがその広告案件にもなるっていうのってすごいまあ理想的なまあポッドキャストないし YouTube のマネタイズという気がするので今後もあの言語周りのねこういう話をしゃべれよお前ってい,うそういうようなねあなこととかがあればねぜひいつでもご用命くださいいぜひお願しますはい。 <laughs> まあ、もしくはあれですね。どうしても、これスポンサーは無理だなと思ったら、サーフシャークさんに <laughs> 持っていきましょう。あ、もしかバリューブックスに持っていきましょう。<laughs> スポンサーのことを舐めてますよね。大丈夫ですか <laughs> 何持ってっても大丈夫そうな2社だと僕は認識しています。<laughs> <laughs> すごいですかね。サーフシャークさんの歌って、ね、<laughs> も、ね。何やってもいい感じありますよね。<laughs> それでは、今回の話を受けて、 面白かったよという方は高評価とかチャンネル登録とか感想のコメントとかもいただければ、はい、幸いでございます、はいろいろね結構みんな気づいてなかったこととかうん、うん、今回気づかされたことがいろいろあると思うんでその辺の話、はい、どんどんジャブジャブ思いつくままに書いていただけると嬉しいです、はい、以上今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたこのラジオは一回の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです 自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上お聞きください